めまして、自転車屋バーベルです、やりすぎない自転車屋さんをやってます、でも市場にない部品とかの、設計や製作も、受けたまっていますので、ぜひお立ち寄りください。よろしくお願いします。スピークイースト、あまりなんていうんですかね、クロート受けしすぎる自転車じゃなくて、まあ、初心者の人とか今までママチでしか乗ってないような人でも乗れるような自転車を取り揃えています。柿森屋の文房具店として2010年の11月にオープンしました。でその場でノートが作れるように、こういったものとかがその場でお客さんが、たくさんの種類を選んで作れるようになっているというのが特徴です。あとは万年筆や、ペンなどですね、これまで何か書くことが遠ざかっていたものを書くきっかけ作りをできるようなお店にしております。ぜひいつでもお越しください。スピークイースト。コーデは創造と創造をテーマに、ヨーロッパから仕入れてきたボタン、アンティークボタンを販売しています。古いものは100年以上前のものから、大体30年ぐらい前のものまでは使っています。箱はダイレクトストアっていうお店なんですけども、木製品の雑貨ブランドのハコアの商品が、全て見られる、お店です。ちょうど買い付けに9月末から行くので、ちょうど新着の商品がちょうどお店に並んだ時になりますね。スピークイーストの機械が、これがレーザー刻印機っていう機械なんですけども、実際にこういう iPhone ケースにイラストを刻印したりとか、あとはフォントとかを選んでいただいて、でお名前だったり日付だったりフリーワードを刻印することができます。で実際にこの場でお渡しできるので、すごくスピーディーに対応できるというのも一つの売りかなと思います。イヌイです。革のビスケットで、商品を作っています。このビスケットが使い込むうちに徐々に飴色に変化していくので、美味しくこんがり焦げていくのがポイントになります。スピークイースト、ぬめ革っていう使い込むうちにどんどん味が出ていく革が大好きで、これを使って商品を作りたいなと思ってビスケットを思いつきました。ベルトです。あと同じ素材でキーホルダー。でこの革は、バッファローのワイルドバッファローで油がいっぱい入ってるので、使っていくとどんどん味が出てきます。ぜひ。